にちは。今回は推しの子第14話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。仲良しじゃんこいつら。理解のある彼くんがいれば解決するのでは。出来が良ければ自分の手柄、悪ければ無関係くらいのスタンスでいいんだよ。もしかして悪いのは京アマの監督と脚本では。京アマはあの P だろ。俺の一押しキャラなのに。喧嘩できるほど仲が良い。1日2時間なら小田は1週間で10時間だからまだマシだな。水木しげる死ぬよ。毎日10時間寝るのが健康の秘訣。徹夜自慢をしてた手塚と石ノ森が60くらいで早死ににして、水木は93まで長生きした事実。寝るのはマジで健康にいいしな。ガチ話ながらでも描くのがすげえ本物。やっぱり週刊連載が堅調なんだ。月刊週刊ジャンプにしろ。今の半分にして各週連載でいいよな。漫画家は体酷使しすぎや。1年間で単行本5冊出るって冷静に考えると綿岡だからな。月刊だとその半分になるし。漫画にとって習慣が本当に正しい形なのかどうか。これやっぱり原作者2人の実体験が生々しく練り込まれてるんだろうかなって。連吾先生は昔は微妙な色漫画描いてたし、まあいろいろあるやろな。漫画家の凄さと残念っぷりが極端な回だった。でもアシスト担当って発給で1日働いて 5,000 円くらいしかもらえないんだろ。だから背景も手抜きかれるんじゃないの。一流作家の足はお前より年収あるよ。小田くんのところのチーフ足は年収2000万円だっけ。トップ中のトップでそれくらいと思うと微妙な感じもする。でも指定された映画だけなんだぜ。面白かった。やっぱり吐き出さないとな。ピンク髪の講師さ、今日天の作者会であった。安定した面白さやな。漫画家2人の言い合いめちゃよかった。アビコ先生やっと好きになってきた。てかアビコの声優さん地味にうまくね。仰向けで泣いてるシーンとかすごかった。いやあやねる知らんのかい。吉祥寺先生いい人すぎる。アビコ先生との本気の罵り合いには笑ったけど、今日天の漫画家さん成人すぎる。原作崩さずに補足もしていてアニメ作品としては完成度高いな。今日はマドラマのことを言われちゃ言い返せないけど、アビコ先生当時は最後まで見てなかったんだろうな。メルトくんどの面下げてこれたのか割とマジで謎。でもメルトくんもいいやつだから吉祥寺先生にも成長した姿を見せてあげてほしい。メルトくん的には先生と仲良くなりたいんだろうけど、今の時点じゃどうやっても無理だよな。メルトの塩対応ちゃんと1話から描かれ続けてるの本当にいいわ。同胞レムちゃんに基本編初出演を果たす。ネムバーの Y はほんの一言でも嬉しかったで。原作でも大好きな喧嘩シーン見事にアニメ化してくれて大満足よ。腹の中のぶちまけ合い面白かったわ。イチャイチャよりこういうのが見たい。ある意味好きだからこそのイチャイチャだった。でも熱くて泣けた。前回は脚本家の苦悩、今回は漫画家の苦悩家、両方とも当分に描く姿勢は好感が持てるな。アビコ先生が好きになったわ。あと朝の泣きの絞り出すような声がすごかった。あれで言い返せる吉祥寺先生に惚れた。自分ならしょんぼりしてしまうだろう。アビコ先生めちゃくちゃ可愛い。メンドロイド欲しい。原作を改変せずメディナミックス成立させる難しさ、実写かぐや様とかで体験した作者ならではだな。さすがに実体験じゃないだろ。赤の売れる前の人格と売れてからの人格じゃないの。つうても今日天の1600万部も十分すごいけどな。今日はまそんな売れてたのにあんなドラマなのか。今回の話があるからアビコ先生は結構好きな人多いのよ。通貨5000万部の下りはジョジョの岸辺露伴を思い出したわ。どんな売れっ子でも読者から見捨てられる怖さみたいなのを持ってるという。トップ漫画家しかわからない感情みたいなものが垣間見えてよかったわ。今日はマドラマがなければアビコ先生もあそこまで頑なにはなってなかったと思うと、マジで鏑木は罪深い。5000万部売れると単行本が500円として原作者と利分 10% の契約でも印税が25億円。だから原作で数千万くらい私が出します。お金は持ってます。って言ってたのか。5000万部なんてジャンプのトップクラスだから、アニメ化もされてたし、グッズも含めて普通にクソ稼いでる設定でしょ。だらだら続け絶対に終わらせないジャンプ編集者って怖いね。萩原和志もジャンプ編集者にメンタル壊された一人だよね。鬼滅の作者はそんな続ける圧力に屈しなかったから、ある意味すごい人だよな。吉祥寺先生の言葉は萩を求め、漫画家は勤め人に会ったことない人が多いから社会性に欠ける云々と似てるな。今はデジタルが主流になって実際に足とのやり取りで手間増えるからと、一人でやってるって漫画描いたな。漫画沼で見たわ。三浦健太郎先生は省力化のために PC 導入したおかげで、背景の描き込みやり直しが際限なくできるようになって、かえって原稿が遅くなったという。漫画家の誰を思い浮かべるか世代ごとに違う。富樫だな。あかねちゃんニッコニコで可愛かったわ。自分が好きなものを自分の好きな人が褒めるのはそら嬉しいわな。あかねちょろい。まあでも好きな人に自分の好きなものを理解してもらえるって最高に嬉しいことだと思う。ステアラの劇場現実にないのか。取り壊された。演劇の革命みたいに出しといて現実はうまくいってないんかい。いや、うまくいってたから2023年まで延長公演してた。当初の予定は2017年開演、2020年閉園だったからな。故障が多くて閉園する頃には設備はもう限界だったっぽいが、あれだけの箱で360度回転機構とか想像するだけでコストやばそうだな。あんなアホほど金かかりそうなやべえもん。リアルであったのか。ステージが回転して舞台転換は劇場では珍しくない装置だから、観客席を回してもコストに差はない。ステージアラウンドの表現には期待してたのにちょっとがっかりだった。そこに力入れても仕方ないのはわかるんだけどね。未読だから知らんけど、東京ブレイド本番でがっつり見せるんでない。ここで先にステアラしっかり見せちゃうと本番のインパクト弱まるというか。アビコ師弟の掛け合いめちゃくちゃ面白かった。これで5話の凄さに気づいては返すると良いな。あたふたしてただけのライダがかっこいいというか、唯一の見せ場が来週だから。ライダはいいとこなかったけど、5話を一番評価してるのもこの人だから、板挟みで辛いな。アクアと姫川って声に過ぎだろ。どっちが喋ってるのかわかんねえよ。狙ってやってるとしたらアニメスタッフはさすがというか、その理由はいずれわかるよ。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。これ舞台編が続く間はルビーってほとんど出番がないのでは。2期の2話目面白かったと思うけど、ルビー空気だな。いらない子か。心配しないでもちゃんと2期でルビーの回あるから。2期のルビー回ラストは原作でもかなりの山場回だからな。楽しみ。漫画家がどんな思いで創作に向き合っているのか。吉祥寺先生と安孫子先生という師弟ならではの無遠慮なやり取りが胸を打ちました。赤坂赤先生だからこそ描けた創作に携わる者たちの心の叫びに、自分が楽しませてもらっている全ての漫画家の先生に感謝したくなるエピソードでした。言いたいこと思いっきり言うのも大事かもね。許してくれる人が相手なら、安孫子先生も頼子先生も必死に戦ってるんだね。かっこいいね。漫画家さんって本当に大変だな。バクマン大好きだから、こういうお話好き。天才の出来上がり方、心情、熱意、そして一人のファン。安孫子先生会ここに極まれりだったな。吉祥寺先生との師弟関係も合わせて、ものすごいセリフ量とアニメーションに泣けた。そして展開を促すアクアや、茜の止まらない可愛さ。一方その頃の様子も面白かったです。今日天のことをことあるごとにやり玉にあげたのは、何より大好きな作品と大好きな先生をドラマ化でないがしろにされたと思ったからだったんだな。でも原作者の吉祥寺先生が大人な対応だったから言えなかった。不器用で天才がゆえに愛し方も盲目な安孫子先生を育てた先生の慈愛が深い話だった。アクアのほんの少しの手回しでことがどんどん解決へ進む爽快感、もし彼がここまで見越していたのなら策士すぎる。そしてアギコ先生と吉祥寺先生の複雑な関係でもシンプルな絆に感動。それ死ぬわよは俳優への無知。アシスタント問題はルックバックを思い出す。あるある。舞台って観客席が動きながら見れるものなんですね。アビコ先生と吉祥寺先生による修羅場曲現状大歌の歯に気抜きせぬ言葉の応酬。見ててハラハラするけど面白い。好きだからこそ悪くしてほしくないよね。アクアが舞台の見せ方に感心したように、アビコ先生にも感心してもらえれば勝ちですね。いやー重い回だったな。作者の思い通り。何もかも不審になるとああなってしまう。自分が偉いと思うと、師匠にまであそこまで言うんだなーって実感した。漫画家の裏が見れて迫力はある。でもあれを漫画家が描いてるんだから、実話に近いんだろうな。プロの漫画家同士の本音の言い合い。いいね。二人の意地とプライドと、そして関係性も伝わってくる。あと、お互い仕事場に相手の単行本を置いているのがいい。しかも自分の作品の隣に、もうこれだけで深い師弟関係と相手へのリスペクトがわかる。より子さんもアビコさんも好き。それにしても、吉祥寺より子先生の関係で今日もドラマの話が、先生をえぐる狂気として何でも出てくるのが、笑えるというか泣けるというか、ネルトが先生に嫌われているのもしょうがない。でも、ネルトのこと嫌いにならないで。舞台編最後まで見てくれたらきっと気持ち変わるから。適応型の有馬かなと没入型の黒川茜のあり方の違い。有馬かなは露骨に接待モードだったり、会話の流れから自分の過去を振り返りダメージ受けたり、あと週刊漫画家はデートの時もネームのこと考えてないと、嫌だなぁと思ってたりもする。まず周囲をよく観察する人生。守りたい。このニヤけ顔。とか思うほどに可愛いんだけど、それを守るためには、この演劇、笑いを受け入れなければならないという苦行。一方で、ドインキアを構成させる流れは、メガネ先生が聖母すぎて、そんな先生の作品が好きだからこそ、メディアミックスへ持つ悪感情、定番な気もするがよき。軽妙なラップバトルみたいなやりとりに昇華されてるので、爽快感すら覚えてしまいますが、相当エグい漫画家残酷物語な詰め合わせで、単なる漫画読みとしてもゾッとさせられるセリフがそこかしこに。このしんどい状況から一気に反転していく。ここからの展開が待ち遠しい。よかった。まだわからないけどきっとよかった。一体どうすればいいのかという困難な場面に出くわすと、あっと驚くような奇策を期待しがちなんだけど、やっぱり人を動かすのはそんなのじゃなく、真正面からぶつかる正攻法なんでしょうね。吉祥寺先生の存在がここで大きく効いてきた。その才覚もこだわりも、メディアが違えばただの素人。あくまで一例だろうけど、現実はただシンプルに複雑なんだろうなと思う。作品愛が主張させる権限。子供と至らぬ点を素直に認める責任。大人を、一人の人物の中で逆転させていくところに、本件に込められたメッセージの本懐があったのかも。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。